お願いします。今日もですね、まず午前に、回路を受けに来ます。最近、はい、東京、大阪で移動が多かったり、あとはトレーニングをするので、はい、ちょっとね、いろいろハードなんで、体がめって言ってから、午後から仕事します。レジュメ結構細かく作り込んでます。こんな感じ。だいたい1ページ1時間ぐらいかかるんで、10枚ぐらい配りますんで10時間ぐらいかかってますね。で、調べ物とか入れたら倍以上やってますね。頑張りますよ。Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better. レジュメ作りに戻りたいと思います。こんな
感じ。ではやりますか。オイコスですね。よくコンビニで買ってる動画を撮ってると思うんですけど、これが美味しいしプロテインも入ってるってことで最高です。これをちょっと食べたいと思います。その間に SD の溜まったデータを消したいと思います。よし、 OK と恒例のブラックコーヒー、今日3本目です。お怒りのコメントいただいちゃいそうですけど、3本目ね、まあ、ちっちゃいやつなんで。で、今何してるかっていうと、土曜日なんですけど、月曜日からね、あのカンサロン次8回目なんですよね。で、12回講義持つスケジュールなので、あと5回まで来ました。回を追うごとにレジュメ作りの速さだったり精度も上がってきて、でも大体土日は潰れますね。もう調べ物だったりやって、まあ、大体15時間ぐらい、もうちょっとかな、かかって、まあ、講義挑むんで、やっぱ1週目は何事も時間かかりますね。当然ですけど、引き受けたからにはしっかりやらなきゃいけないっていうのと、やっぱ一番大事だなと思うのが、講師はマンネリ化しちゃダメだと思うんですよね。要は、今回1年目だから時間かかってるって言いますけど、まあ、その作業は置いといて、でも毎年時間かけるべきだなと思ってて、僕らにとってはですね、毎年毎年ね、ルーティーンのように感じるかもしれないんですけど、まあ、ルーティーンになったら終わりかなと、これは。まあ、なんでかっていうと、僕も受験生、当然、受講生側だったこともあるんですけど、まあ、受験生にとってはね、まあ、人生で一回というか、当然一発で受かるつもりで来てますから、慣れちゃったら終わりかな、とは今の段階から思ってますね。毎回毎回、しっかり 120% の準備して、まあ、僕もしね、2年目、まあ、受けるかどうか、ちょっと仕事の兼ね合いもありますけど、あと当然ね、人気商売ですから、生徒から見限られたら終わりですけど、まあ、そういうのも置いといて、もし2年目、3年目あったとしても、まあ、常に何かしらの、この時間というか、研鑽ですよね、まあ、には当てたいなと思いますね。ただ、何回もですけど、まあ、受講生にとっては、もう本当に人生で1回というの1年、もうかけられない1年なので、まあ、そこはしっかり分かりやすさもそうですし、間違ったことを伝えないように、より分かりやすいというのは、ちょっと心がけたいなと思います。では、ちょっとヨーグルト食べて、休憩してまたやりたいと思います。ガブ、焼肉食べたいの。ガブね、ガブ無視。ガブ、小山は焼肉が食べたいな。ガブはお菓子食べたい。いや、嘘やろ。え、マジで。ガブはお菓子食べたいね。小山の焼肉はどうでもいい。お菓子食べたい。お菓子、お菓子食べる。ガブのお菓子。おさり。伏せ。バキュン。バキュン。バキュン。はい、よく死ねました。はい。おいしい。おいしいガブ。ね。おいしい。ね。じゃあ仕事頑張ります。何ですか、尻尾振って。え、何何を。いや、まだ明るいよ外は。また地面暑いですよ。あなた行きたいのかなんか知らんけど、うん、まあ、日は落ちてきてるけどやな。ちょっともうちょっと仕事やらんと終わらんね。ごめんね、ガム。後で遊ぼう。おいでおいでおいで、ガム。何、おいでおいでおいで。ちょっとしばらくここで我慢してて、もうちょっとだけ待っててね。あとでお散歩ね。よし、2時間だけ出していいのか。2時間だけ代わりにやってくれるね。よいしょ、偉いね。はい、ありがとう。よいしょ。よし、ちょっと待って。